親子登山デビューにおすすめの楽々俳句、九十おにぎり山、おにぎり山、片道40分の楽々縦走です。ここは九十青少年の家です。駐車場は九州青少年の家の駐車場を利用することができますが、受付でおにぎり山俳句に来ましたと申告をしましょう。はい、受付でですね、おにぎり山俳句の地図ももらえるんですが、トイレも利用できますので、事前でこちらに済ませておきましょう。はい、九州青少年の家の前に、施設の前に地図があるんですが、おにぎり山、おにぎり山、乗ってない、悲しい。はい、受け取った地図をもとにですね、体育館の奥から階段を上がっていくと、いよいよ登山道に入ります。あれだ、おにぎり山でーす。あれに登ります。今ここでーす。今からおにぎり山、こにぎり山に登ります。レッツーゴー。今回は、おにぎり山1053メートル、おにぎり山1051メートルの九十の山です。登り口は九州青少年の家になります。手前のあの山がおにぎり山で、その奥の一通り大きい山がおにぎり山です。しかも、お手軽でおにぎり山、おにぎり山2つ登っても片道40分で登れます。しばらく砂利道を進みますと、おにぎりの看板です。かわいい。途中、温泉の源泉の煙が出てますね。危ないので近づかないようにしましょう。ルートは非常に歩きやすく分かりやすいです。ススキ畑を抜けていって、まずはこにぎり山1051メートルです。あっち、あれだ、おにぎり山山頂です。こっちに行くとこにぎり山の山頂になります。おにぎり山の山頂はこじんまりとしてるんですけども、山頂の看板が手持ちできるので、なんとも楽しいですね。おにぎり山の山頂に着きました。後ろに見えるのがおにぎり山です。次はおにぎり山を目指します。おにぎり山からおにぎり山へのルートはあっという間に着きます。おにぎり山の山頂へ到着。標高は1083メートルです。おにぎり山の山頂です。これぐらい登りました。おにぎり山の山頂は横長に広く、眺めが非常にいいです。広いので結構たくさんの方でもゆっくりできそうですね。おにぎり山でしたいことベスト2。おにぎりを食べる。まあこれは皆さんやりますね。そしておにぎりせんべいを食べる。美味しいです。
なんか食べ物ばっかりですね。ただこんな感じで山頂でやることを決めて親子登山に挑んでみるのもいかがでしょうか。楽しみ方の一つだと思います。受け付けていただいたですね、ルートマップの方にはこういう別の降りるルートなんかも記載がありますので、こういうルートを楽しまれてはいかがでしょうか。はい、ではおにぎり山の九十の親子とさんの動画、参考になりましたらチャンネル登録をお願いします。